ご視聴ありがとうございます。竹千恵里です。今回はですね、フジロックの最終ラインナップ、タイムテーブル発表についてお話ししたいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり、有益なお話ができたらと思いますので、チャンネル登録で音楽仲間になってもらえると嬉しいです。 では本題なんですけど、今年の富士ロックに関しての動画は過去に3回出していて、今回で4回目になるんですが、いよいよ開催まで約1ヶ月と迫る中、チケットの一般発売が17日からというのもあり、16日に発表があるだろうと思っていた方は多いと思います。 今回メインステージの追加は2組で、ジプシーアバロン、ピラミッドガーデン、内場食堂、ルーキーアゴーゴー、デイドリーミングのアーティストも発表され、僕は今年に関してはメインステージのみに絞ると思っていたので、これでも例年よりはステージ数を減らしているんですが、他のフェスと比べるとかなり強気な印象を受けました。山であり広大な敷地という立地が現在の状況下において強みなのだと思います。 2019年は245組で、今年は146組と、100組近く減ってはいますが、この状況下で十分すぎるものだと思います。ラインナップに関しては、個人的には中村佳穂さん、ロットバルトバドン、先山聡志くんを期待していたので残念ではあります。ちょっと気になったのが、デイドリーミングの PK シーズというエグザイルマキダ大さんやジェネレーションズの白浜アランさんが所属するグループなので、ちょっと意外な印象を受けました。 ちなみに僕自身今年のフジロックは色々と悩んだんですが今のところは3日間行く予定にしていますでタイムテーブルの発表となり気になるところは見たいアーティストの被りだと思うんですが特にグリーンとホワイトの鳥はどうしてもかぶっているので悩ましいところだと思います 個人的には初日のテンパレーとミレパが被っていなくてよかったし、その後に帰りにバウンディも見れるのでいい流れだし、2日目はキングヌーとナンバーガールが被っているんですが、山口のワイルドバンチフェスで見れるので、どちらかを諦めないといけないかもしれないんですが、悩ましいところです。3日目はグリーンとホワイトの鳥の時間が変わっていて、天気が終わって余韻に浸りながら、帰りにマリンを聞くといういい流れになっています。 タイムテーブルは見たいアーティストが多ければ多いほど悩むと思うんですが、フジロックにおいてはステージごとの距離があったりで、グリーンからヘブンまでは30分前後かかったりするので、体力的な問題もあるので、スケジュールをキメキメにするよりは、絶対見たいアーティスト以外は隙間を作って、フジロック会場全体を楽しむのもいいと思います。また、お子様連れだとキッズランドで遊ばせる時間も必要だったり、川に入ってゆっくり過ごすのもフジロックの醍醐味だと思います。 あと今年はメインステージの位置は変更ないと思うんですが、その他のステージやフードエリアが感染症対策により変更となっているので、公式サイトにて確認が必要になります。 で、ここ最近、ロッキンや京都大作戦と中止が続く中で、富士ロックへ行かれる方は開催の不安があると思うんですが、湯沢町では開催までにワクチンの接種を進めていたり、新潟県の医師会は今のところは要請を出す話もないようなので、安心はしていますが、いつ中止と言われてもおかしくないような状況なので、無事に開催されることを願いたいと思います。今回は富士ロックの最終ラインナップ、タイムテーブルについてお話ししました。 皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。